あなたは自分がやりたいゴールを最小の障害物につまずいてやめたりことはありますか？リシェクの皆さん、おはようございます。本日目の紹介したいのは、我々の人間の中で一番の悪いの敵ということです。その敵は誰だろう。では早速参りましょう。自分もああいう時にはものすごくその敵と戦ったんです。でもその敵に負けたからこそほぼ自殺未遂になったって。当初僕は一人で何もできずに、でも自分のコーチを見つかったんだから、そのコーチは僕を助かってくれて、そして対人恐怖症から助けてくれたからこそ、僕はこの時から自分の使命にしたのは、同じく700万人の対人恐怖症者を脱出させるということです。もしあなたは現在対人恐怖症に悩んでいる人だったら、最初はこちらの動画をご覧ください。その動画は役に立たなかったら、自分の個人的なメールも可能です。これは PM か下の概要欄で自分のウェブサイトが貼ってあるので、そこでも自分のコールのスケジュールは可能です。では早速参りましょう。あなたは障害物になったなんて乗り越えず辞める、または約束を破るというのは、その時はどんな気持ちになるんでしょう。罪悪感とか、自分の両親に悪いというのは結構思われたりはのではないでしょうか。みんなはそうです。みんなはそうです。どうしてそうになるかというと、その出来事はそんな大した出来事ではないとパッと見たら、そしてあなたは今やりたいのはその出来事を乗り越える方法なんですけれども、最初はどうやってそれを乗り越えるかというと、最初はもしあなたは自分の約束を破ったら、その人に謝ることです。申し訳ございませんとか、こういうを言うことです。これ言ったら、あとはね、あなたも責任も何もないと言っても良いです。どちらかというと、あなたはもう自分のできることをもう全てやったから、そっから責任はないの場合だったら、もう自分に責めなくてもいいです。でも自分の両親はずっと自分自身を責めるというのは、つまり自分の最大の敵は自分の頭脳です。その頭脳は爬虫類の頭脳なんですけれども、その爬虫類の頭脳は我々の あくまで悪いことからを守ることです。守るからこそ何が起こるかというと、まあ我々はそのね、自分の無意識的な動きをする。でその無意識的に我々ずっと責められるというのもポイントになります。特に新しいものや障害物などにぶつかったら、そこではこれは危険性を感じているからこそすぐにやめちゃおうというのは一番安全性と考えているというのは、その爬虫類の頭脳なんですけれども、では次なんですけれども、どうやってそれを乗り越えるかというと、最初は第三者からの全てを見る。誤ったら第三者のところからの目線からそれを見る。それは何が起こったかというと、大したもんではないでしょう、普通に見たら。そしてそれを見たら、こういう何が起こったをザザザって書き込む。書き込んだら、次は前のこういう出来事が起こったの瞬間で一回自分を一回繰り返す。中で繰り返してどの気持ちあるかというと、それも書き込む。別のシートで書き込む。そして今はそれを比べてください。
その第三者目の出来事とあなたの出来事は全然違いますでしょ。それはない。なぜそうなるかというと、そのあなたの出来事はその感情的な出来事。一つの物語によると、一つのゼブラが行ったんで、そこ一つのトーラが行った。で、そのゼブラ、トーラはそのゼブラの赤ちゃんを食べたということです。で、その当初、そのゼブラのお母さんはそれは最悪の日と言われたんですけれども、で、そのタイガのね、そのトラの、まあ、そのゼブラを食べたのトラは、それを自分の家族に持ってきて、もう危機心を免れたというようなことで、これは幸せも幸運というようなことと言ってる。でも、その出来事を見たのは、木というのは、それはただの出来事に過ぎないと木が答えます。そしてあなたも第三者目線からはその木というの同じの目線ですけれども、何も大したものはないの出来事。つまりこれはあなたの感情に込めている出来事から嘘ということです。で、その嘘と事実と一緒に比べて、これを嘘と分かる。そしてその嘘を分かった上で、その嘘の出来事を今いいことに繰り返る。つまり逆にする。例えば僕は最悪だったら僕は最高とか、こういうパターンに繰り返る。で、あとはそれをマントラのようにずっと繰り返す、ずっと繰り返す。で、繰り返しながらそれを自分の最高とか全てをちゃんと想像する。で、これは自分の頭脳にだん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 洗脳するからこそ、自分はだんだん良くなる。まあ人によっても何時間がかかるんですけれども、人によっては多分ね、一週間とかもかかる。これを傷によっても違いますけど、これやったら自分はこれ、傷を乗り越えるというのことですね。ではレシーバーの皆さん、僕はこちらの動画毎日アップロードしますので、明日の動画なんですけれども、はどうやって元気で次の一日を迎えるというの秘訣なんですけれども、もしあなたはその動画を見たいならこちらのチャンネルで登録と通知ボタンを押してください。さらにもしその動画は何か価値があったら高評価もお願いいたします。自分のものは配りは世話ということですね。だから自分の友達にも配ってください、シェアしてください。このチャンネルなんですけれども、大体のテーマはこのチャンネルの大体のテーマは自己啓発や心理学を使って対人恐怖症対策、怠慢対策など、または Facebook マーケティングも紹介しますので、もしよかったらこの間でこちら2つの動画をご覧ください。では次の動画で会いましょう。